セブンイレブンの冷凍食品、トップ10を当てるまで帰れません。イエイ。絶対終わらない。カルボナーラいいね。まあ麺は間違いないだろうな、スパゲッティのとこに。うん、うまいね。しっかり味ついてる。コロちゃんコロッケ、コロッケ、コロッケ2個です。卵ですか。牛肉コロッケ、うん、めっちゃうまい。うまいよね。ちょっと待って、7分10秒って調整インターバル、インターバルインターバル必要ないな。コロッケいただきます。もう止まってきてないかこれ。そんなことないよ、まだ止まってはないよ。まあ普通に美味しいね、カルボナーラ。今監督が飲んでんのは飲んでんのカルボナーラ、うん、カルボナーラ飲んでっからね、今ね。カルボナーラ終わりますか。面白い。じゃあコロッケ食うか。熱い。うまいよ、これこれね、ちゃんと牛の味する。これ、値段次第だな。あ、くない。これが250円以下だったら入る可能性はある。いや、2個でカルボナーラ完食。カルボナーラ完食。カルボナーラ誰チョイスでしょ。僕ゴロちゃんチョイスのカルボナーラ、お値段238円です。あー、じゃあ14位じゃない。いや、結構入ってる。入ってたらこっち見ないでしょ。第35位やってんだ、それは。マジでコロッケですね。やっときた。やっときた。やっぱそうだよ、コロッケそうだよね。コロッケ8位だよ。8位。監督、いや、すごい。ドンピシャ、ドンピシャ。牛肉コロッケ8位でございます。で、いくら。178。あ、そりゃ入るよ。安い。やっぱりね。なんだろう、俺カルボナーラじゃなくてコロッケがダメなの。あ、え、カルボ入ると思ったのに。俺もワンチャン入ると思ってた、カルボ。いや、カルボ楽じゃん、だって。まあね、どれか入ってんだろうね。ナポリタンかペペロンチーノかボルネーゼ。じゃあ、唐揚げ行こう。唐揚げね、和風鶏の唐揚げ。監督が選んでたわけじゃん。ちょっとね、一回休憩してね。いや、選ばないぞ。選ばないと苦しいもん。本当に9時半までかかるよ。いや、本当にやばいと思う。そう、そうなる。今、いや、でも初めて今40分ぐらい。40分ぐらいか。どんどん食わないと、どんどん食えなくなる。お腹いっぱいになるから、ね、もうちょっと選ぼう。インターバルがきつい。もう、インターバルがマジできつい。とりあえず選ぼう。うん。まず27人はもうガンガンいった方がいいと思う。せめて5個、5個開けたいね。せめて5個は。ちょっと思ったよりペースが悪いから、うん、悪すぎるよ。ちょっと予想外すぎるから。いや、あれ入ってあの39度になってもいいけど。じゃあ、あれは入るから。あれ、マルゲリータと大学芋。大学芋？お前これ本当選ぶの。お前絶対44位だよ、これは。これで食うことねえもん、大学芋って。いや、多分、それよりも多分ね、ここら辺の揚げ浸しとかの方が入んないさ、このチーズ。こういうわけわかんないんだと思うけど、あの、まあ、そこら辺は30じゃ、監督が金のマルゲリータと大学芋です。海鮮お好み焼き。ため息が。いや、だってさ、肉の城壁の時めっちゃ食ってたじゃん。じゃあ、ね、ラスピンだから。そう、あれは違うよね、これとまだね。違う。速さだもんね。速さ。いや、もうあれは気合系だから。気合じゃないじゃん。これ忍耐だから。気合系はね、何でも頑張っちゃうから。ジョロジョロ、チョロチョロ、チョロチョロ、ずっと食ってんだもんな。え、リアル今、え、監督は何ぐらい？何が？お腹の具合で割合は。いや、もう 7.8 ぐらいいってる。マジか。大学芋もね。大学芋あげちゃいますね。大学芋。これでも多分100何ぼだべ、120ぐらいだべ。
大学芋の値段ですか。あ、お好みふわふわ、うん、めっちゃうまい。大学芋178円します。ちょっと高いな、この量だからね。うん、20円じゃないのか。なんか小中学校なんかたまに出なかった、大学芋。出た出た出た、あれうまかったよね。うまかった、食えなかった。めちゃめちゃ砂糖を溶かして、うん、あ、砂糖だからあんま好きじゃないんだよ。唐揚げさ、柔らかすぎだね、なんか、うん、カリッとした方がいいじゃん。子供がなんかでも、唐揚げ完食です。はい、これ結構うまそうなんだけど。金のマルゲリータピザ、今はもう電子レンジも全部使われてない状態です。で、唐揚げ来ましたね。唐揚げお願いします。若鶏の和風鶏唐揚げ238円。うん、第24位。まあ、うん、まあ、入んないと思う、入んないと思う。そうだね。ああ、なんだろう、お金。ダンシングだ。蒙古タンメン。ゴロちゃん、蒙古タンメン。これ調理時間かかるんでね。これは絶対入るでしょうっていう、もう7位予想でいきますんで。え、今言ってもよかったんだね、蒙古タンメンと。どれを？うどん。量増やさせて。そう。ね。でも、どうせ通る道だよ。これは行こう、うん、行こう行こう。それは全部もう入るやつだから。じゃあゴロちゃん、ゴロちゃん西なめさぬきうどん、もう麺でローラー作戦に行きます。麺を麺で薄めて。なるほど。外袋から凍ったままの透明の袋ごと皿に乗せ電子レンジで蒸気の。それもチンなの。これもチンです。マジで。食えないと思う。違うな。うん、昔から残すって食わない。かりんとう、うん、かりんとう、これうまい。ちょうどいいね。うん、うまい。おやつにね。でもこれ多分重いと思って重い。この焼きあれやるんだろうか。食べてるの。俺も食べてる。いや、俺も3キロ、4キロ。俺も4キロ何キロ食うんだよ。で、2キロちょっとですね。え、1や。食べるだけじゃねえよ。完食。終わった？俺も焼き。やっと。お好み焼きは俺だからね、多分選んだ。あ、そう。セイスイ？ピザが、監督だから。ナイスプレイ！おい！海鮮お好み焼き238円、第10位でございます。あ、いいとこ行った。いやでかいでかい、おでかい。10位やね、海鮮お好み焼き、うん、第10位。今やっと4つ開きましたね。俺がまず7位開くのと、あと4位開くと思う。うどん用意予想。なるほど。五郎ちゃんの蒙古タンメン、暑いじゃん。じゃあ、蒙古タンメンいただきます。ピザ食べよう。これ早く大学芋とこっちをね、暑さした方がいいよ。、うん、大学芋は別に全然いくらでも俺それいけるわ。 うまいよ。ピザうめえな。いや、ピザ美味しいよ。うん、やっぱ金だけある、金、うん、ピザ完食です。はぁ、どこ行った。金のマルゲリータピッツァ、お値段498円。あー、でも意外とすんだね、今までのもの。でもこっちが出てくるんだよ。おお、ナイスチョイス。監督2個焼き ?1 個か。たこ焼きと第4位、金のマルゲリピザ。やっぱりこれ4位に入ってくんだ。第4位に入ります。ちょっとね、さぬきうどん2玉いきます。あんま美味しくないな。これが結構大変だよね。うん、だからそれに混ぜないといけないじゃない。うん、もうそれが美味しくないのか。ちょっとこれがね、あんまりなんだよ。べちゃべちゃしてんな。もういいや。これ絶対凍ってるよね。うん、中心。いや、全然痛いんだけど。うん、大学芋食べ終わりました。味な、これ大学芋、お値段178円。
マジか。第9位でございます。最強。ナイスナイスって言うじゃん。それもさ、混ぜちゃったからさ、もうタンメンが終わりにもならないじゃん、食べ終わらないと。なぁ、じゃあこれ、結構さ、ボリュームが。82% ぐらいまでいってるます容量。そんなに誰だよこれ一緒に行って量が上で口いいわ。あ、ちょっと醤油かけすぎた。濃くてきついわ。あ、すめん、あ、まだ感謝出てねえんだ。まだ感謝そっちに入っていくから。これマジで大変だな。完食。スメも完食。さぬきうどんと蒙古タンメン。蒙古タンメン。はい。ボードだボード入ったよ。7位と。じゃあどっちからいきます ？7 位。はい。とりあえず蒙古タンメンの7位。蒙古タンメン。蒙古タンメン中本。お願い。298円です。はい。7位開けて100。500円じゃないんだよ。え？いや、何？おい、500円じゃねえの？どういうこと？290円。残念ながら桃田麺中本ありません。第11位だね。11位。まあ、逆に11位よく検討して。え？そして、うどんだ。うどん。いや、この辺にあったらまあ地獄。さぬきうどん2食入り。お値段98円。さすがに。3位やりました。第5位でございます。お前地獄だわ。第5位、まあ、逆に中本入ってない理由があった。五目あんかけ、これが7位ね。そう、これが7位。あ、そういうことか。じゃあ私が選ぶのはあんかけ五目焼きそば。いや、それいく。五目あんかけ焼きそば、そのままいく。スイスイいきます。いや、あんかけ焼きそば。次の選ぼう、監督。とりあえず選ぶだけ。監督だ。焼きおにぎり。まあそうなんだけどね。いや、そうなんだよね。最短で行くしかねえ。はい、焼きおにぎり。注意していきます。俺も。あ、監督は焼きおにぎりをチョイスしました。こっちも見たことついてるし。じゃあ行きましょう。完食しました。五目あんかけ焼きそば。ない。正解だ。いや、マジこれ来なかったらさ、よかった。368円。あの五目あんかけ焼きそばだけね、文字がだいぶいっちゃって読めかけなかったんで。下にちょっと、いやー、マジでそのテープがもう桃田麺にやられちゃったからさ、これ来なかったら終わりだったよ。あと2品ですね。やっぱガッツリ系よりもほんと餃子たこ焼きコロッケ芋、あと2個か。いや、でも多分さ、こういう小細工系ではあるとしたらチンジャオロースぐらいと思うよ。せめてあるとしたら、あとはないよ。焼き鳥だよ、焼き鳥。焼き鳥か。餃子だろ。じゃあ一応右下、右下のそれ。焼き鳥は可能性がある。多分ね、結構安かった記憶あるんで、俺一回食ったことあるけど。これいくら値段？焼き鳥ですか？200何本かあったけど。どんぐらい？焼き鳥のお値段は238円です。10粒ぐらい。チンジャオロースの値段いきます？これも248円。チンジャオロースは368円です。高いな。ねえな。牛塩ホルモン炒め。あ、大丈夫、これ入らないから。え、入らないですか。牛ホルモン焼きは大丈夫、いらないですか。はい。チャーハンいきます、袋の。うん。袋のチャーハンは138円ですね。いい、入るね。で、今日はナスの揚げ浸し。これ入んない、食いたいけど。218円。で、アヒージョ。入んない。アヒージョは288円。手羽中から揚げ、手羽元じゃないんだ。どこで
チンいいね、もう恐怖の音だよな。チン忘れちゃうんだよね、ほんとこのチンを忘れちゃう。食い終わった後でもこれ焼き芋2個だっけ。2個です、うん、やりすぎた。邪魔邪魔げにしよっか。邪魔げたいよ。半分ことか邪魔げにしよっか。邪魔げにしよっか。1人一人焼き芋。いやいや、二人は地獄だよ。二人にしようよ。二人？いや。最初。じゃあ行く。じゃあ行く。一人にするか。まあ言い出しって負けるよ。まあそうだよな。しゃあねえな。最初はグー。じゃあ行く。あいこでしょ。あいこでしょ。よっしゃ。え、何？食べたくないよ。食べたくないよ。最初はグー。じゃあ行く。そうだね。まあ言い出して2人でね。ファンしか出してなかったのに。そんなもんだよ。今監督が焼きおにぎり、焼きおにぎりをチョイスした。じゃあ次五郎ちゃんが。五郎ちゃん誰でんの。チョイスだけ、チョイスだけする、チョイスだけするわ。でもまあ順位を見てからにする。え、入るんだったらこれ3位じゃない。うん、多分3位だと思う。だから6位は当てるでしょ。いや、これか、これだと思うけどね。いや、パスタないでしょ。いやね、これがもし3位に入ったやったらチャーハンありだと思うんだよね。なるほどね、うん、じゃあ、これ6位やったらどうする。6位やったら話は変わってくるな。でも、チェーンするのはでも、ここら辺ないだろ、こんなめんどくせえの。ない、ありえない。だから、ラーメン系があるとしたら富田があるかもしれないけど、うん、あと、もう一個チャーハンあるからね。それもない、それないと思ってから、ね、でも、スミレって有名ですよ。いや、それラーメンが有名、チャーハン有名じゃねえよ。だったら、味噌ラーメンじゃなくて、スミレって。これは何なんだ。早く終わらせようとアピールしてるのか。いや、だとしても、だとしても。え、待って、いや、これ結構サブシだからさ、やってきたよね。え、これ入んの。うん、肉だってこれさ、スミラのチャーハン、これ高いんじゃない？倍ぐらい量あるよ。あ、まあでも正解だったらさ、これ300グラムでしょ。これ170グラム、もう倍だよね。うん、で400円ぐらいですね。スミラのチャーハン280円でしょ。278円でしょ、うん、あれカップのそのチャーハンのやつっていくらなんですか。こっち208円。うん、このカップはカップないと思うな。うん、それ買うんだったらカップラーメン買う。じゃあ今予想しなくちゃいけないからね。予想に必死になってんだよ。これだってさ、これが入ってるとあと1個なわけじゃん。そうだね。ラス1を当てなきゃいけないから。え、とりあえずからあれじゃない、焼きおにぎりの順位をそうが気になるから食べてもらわないと。食べそうだね。食べちゃ食べないと。そう、進めないと。じゃあちゃんと頭の戦略でって今。じゃあとりあえずこの結果で言ってから戦略でって。いや違う今のうちからやってくれないとね。今後さ、進め具合とかあるから段取り大事だからね。何でもこの仕事の一環と一緒よ。段取り大事だよ、ね、段取り大事だから。でも結局野球人間の結果以下になるんだよ。そうだよね。いや、そうだからいいです。食べるよ、食べるけどさ。食べるけどね。